今回はこちらの商品を紹介したいと思います。アリスインアンダーグラウンドさんの試験管セパレーター。試験管の中に入れて使用するアイテムで、試験管の中でアリを管理する際の様々な悩みを解決してくれます。見た目もおしゃれでかっこいいこの試験管セパレーターにどのような機能があり、どんな悩みを解決してくれるのか早速見ていきましょう。まずはじめに、試験管を使ってアリを飼育する際に直面するちょっとした悩みを4つ挙げてみました。1つ目に、使用中に水の出し入れができない。2つ目に、水漏れや結露による試験管内の環境悪化。3つ目に、引っ越しが困難。4つ目に、試験管内壁でアリが滑るということです。どういうことなのかを少し詳しく見ていきましょう。1つ目の使用中に水の出し入れができないというのはどういうことかというと、試験管の片側に脱脂面を使って水を詰めて反対側にアリを入れて管理するというのが一般的な試験管飼育なんですが、時間の経過とともに水が抜けてきたり水質が悪化したりすることがあります。途中で水を追加したり水を入れ替えたいという場面はあるのですが、試験管の構造上それができないということです。2つ目の水漏れや結露による試験管内の環境悪化については、水漏れや結露が発生してしまった場合、試験管内のアリの居住スペースが直接的に濡れてしまい環境が悪化してしまうというケースです。中の水分を拭き取るなどの対処をしたいところですが、アリが中にいる場合こういった対処も難しくなります。3つ目の引っ越しが困難ということに関しては、やはり試験管内の水分量の調整ができないということから、新しい飼育室との間の環境の差を作りにくく、アリが自発的に引っ越しをさせるよう促すことが難しいということが挙げられます。4つ目の試験管内壁でアリが滑るということに関しては、試験管飼育の場合、アリの居住スペースのほとんどが滑らかな試験管内壁で構成されるため、アリにとっては滑りやすく活動のしやすい環境とは言えないかもしれません。それでは実際に試験管セパレーターを見ていきましょう。居住スペースは3部屋。試験管の左側には軽石が詰めてあり、この部分には水が溜められる仕組みですね。ちょっと取り出して見てみましょう。こちらですね。居住スペースの3部屋は床面が平らに設計されており、アリたちが活動しやすそうですね。各部屋の間の仕切りには真ん中に穴が開いており、各部屋を行き来できるようになっています。こちらは餌場や他の飼育室とつなぐための接続口ですね。そしてこの部分、小さな穴が開いています。これは給水用の穴になるんですが、どのような仕組みかを見ていきましょう。まずこの小さな穴から、この、中に見える出っ張った部分、わかるでしょうか。この穴から入って、この出っ張った部分に水が通る管が通っています。その管を通って、試験管セパレーターの下を通る、この下の管ですね、ここを通ってこの口のような部分から水が出てくるという仕組みになっています。すごくテクニカルな構造ですね。ちょっと水を入れてみましょう。この小さな穴からですね、水を入れてみます。出てきました。やっぱりこの口のような部分から水が出てきましたね。ちょうど試験管セパレーターの下の部分に水道管が通ってるような感覚でしょうか。非常に面白い構造です。そして居住スペースの方を見てみると、床面が全く濡れていません。水を通してもアリの居住スペースに影響を与えないということですね。これはとても大きなポイントです。では
吸水した水がどのように居住スペースの方に入っていくかというと、この部分、メッシュ構造になってるんですね。このメッシュを通して水が溜められた空間からアリの居住スペースへ湿度が供給されるという仕組みです。また試験管セパレーターの両端にはこのようなゴムパッキンのようなものがついており、試験管内壁と試験管セパレーターの密着性を高めています。これらの構造によりアリの居住スペースに影響を与えることなく水の注入、湿度の供給が可能となっています。また試験管セパレーターは試験管から簡単に丸ごと取り外しが可能です。この特徴により実現できるのは簡単な引っ越しです。アリが入ったセパレーターをこのように取り外し、新しい飼育室に放てば簡単にアリの引っ越しが完了できるのではないでしょうか。実際にアリの頃に2つに入居してもらいました。入居してもらったアリは大型の土中種クロオアリと小型の樹上種ハリブトシリアゲアリのコロニーです。アリのサイズに関しては日本最大種の一つであるクロオアリの女王でもスベアや通路を問題なく移動できることが確認できました。また小型種のハリブトシリアゲアリに関してもわずかな隙間から脱走するなどのケースはありませんでした。また試験管飼育ではよく観察できることですが、湿度を好むアリほど貯水部の近くに、乾燥を好むアリほど貯水部から遠い場所に居座る傾向があります。樹上種であるハリブトシリアゲアリは右側の部屋に居座るのではないかと想像したのですが、今回は左側に居座るという結果になりました。外部接続口に通気性を持たせるなど試してみたのですが、アリたちは動きませんでした。試験管セパレーターの場合、貯水部に溜める水の量を調整できるので、多く溜めた場合、少なく溜めた場合などでもしかしたらアリの位置も変化するかもしれません。このあたりも使いながら、いろいろ試して楽しめる部分ではないでしょうか。アリが入った状態で給水をしてみることにしました。給水口から水を注入して貯水部に、水が入りましたね。もし多く入れすぎてしまったと思ったら、このように逆側に傾けると水が出てきました。水を抜くことも可能ということですね。そしてもちろんアリの居住スペースは一切濡れていません。この機能は試験管セパレーターの機能の中でも真骨頂ではないでしょうか。いかがだったでしょうか。今回はアリスインアンダーグラウンドさんの試験管セパレーターを紹介させていただきました。中のアリに影響を与えずに水分の調整が可能、アリが過ごしやすいフラットな床面を備えた本体は丸ごと取り出し可能で引っ越しも簡単、試験管飼育の際に必ず直面するいくつもの課題、それらをスマートに解決してくれる革新的な飼育アイテムでしたね。動画の詳細欄にはアリスインアンダーグラウンドさんのショップとブログの URL を貼っておきますので、ぜひ最新情報をチェックしてみてください。今回は以上で終わりになります。ご視聴ありがとうございました。